はい、お昼休み明けなので多分ゆるゆると人が増えてくるのかなと思いつつ始めます。はい、ちょっとタイトルが長めなんですが、PHP で任意精度演算を行って正しい金額計算をする方法というお題で発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますが、まあプロポーザルにも出したんですけれども、0.1+0.2 をバーダンプした結果、想像できる方いらっしゃいますでしょうか。多分これは知ってる人は知っているので、見ればあーってやつですけれども、0.3 にならない。はい。なんかよく分からんけれども、一番後ろに4ってついてますが、0がたくさん並んで4がついている。要するに 0.3 にならない、そういう話をします。はい。自己紹介です。山岡博之と申します。左下かな、右下か、右下側にアイコンが出てますが、大体こんなアイコンであちこちにいます。はい、ウェブのアプリケーションエンジニアで PHP は3からやっています。最近は Node.js 書くことが多いんですが、まあ、PHP も時たま書きます。で、天窓っていう会社をやっています。はい、で、天窓今、まあ、メンバー、私含めて4人いて、まあ、主に受託制作とかコンサルティングとかやっています。はい、その中で、本日、スポンサーもやってますけれども、イノベータージャパンの CTO とかもしています。はい、あとは自社サービスの運営みたいなこともしております。はい、でですね、まあ、話を戻して 0.1+0.2 が 0.3 にならない世界の話をしていきます。ただただ我々はもう PHP7 はエンドオブライフだと思うので、8の時代を生きているので型で考えてみましょうといったところです。で、じゃあ PHP の型で考えていくと、まずバーダンプした時に、まあ、フロートっていう感じでこうやって型の名前が出てきます。はい、あとは PHP に実は get タイプっていう関数があって、これを使うと型の情報が出てくるんですけれども、こちらだとダブルっていう言葉が出てきます。はい、まあ、この時点でなんか2つの言葉が出てきちゃってるんですけど、このまま進みます。はい、で、PHP なので困ったらマニュアルを見ましょうって言ったところで、マニュアルを見ると不動小数点数って言ったところに出てきます。はい、不動小数点数あるいはフロート、ダブル、実数っていう、 こう謎の言葉が出てくるんですけれども、そこに、フロートとかダブルっていう言葉が出てきます。はい、でここはさらっと流していきたいんですけれども、PHP で整数、小数点がない数に関してはインテジャー、イントっていう型になります。はい、これは多分皆さん見たことがあるかなと。で、地味にこう10進数、16進数、8進数、2進数という形でいろんな奇数を持つことができます。はい、でその整数以外を表現するのに不動小数点数を使います。はい、で、コンピューターとかあるいは、基本情報とかいろんな資格とかをやるとですね、フロートとかダブル、単精度倍精度みたいな言葉を知ってらっしゃる方もいると思うんですけど、 PHP のフロートは倍精度です。はい、ややこしいのでここら辺詳しく調べたい方は、PHP のソースとか追っていただけるといいかなと。あとはですね、イント実は上限がございまして、定数で PHP イントマックスっていう形で表現されるんですけれども、それを超える整数も不動小数点数で表します。はい、なので、さっき実数って言葉が出てきたの、その辺も含むっていう感じです。はい、でじゃあもうちょっとだけ詳しくやるとですね、コンピューターって二進数ですよねって話はまあ今更だと思うんですけれども、でも何だろう、10進数の小数を表したいんだがっていうところだと思っていて、ただ2進数だと -1乗、-2乗みたいな形でどうしても表さざるを得ないのでですね、正確な数がこれ表せるのって話になってきます。例えば 10進数の 0.1 って2進数でじゃあどうやって表すのみたいな話が出てきます。はい、なので、まあ、我々は当然10進数で普段物事を考えていると思うのでですね、まあ、2進数そのまま使うのはとてもとても不便です。はい、先ほど言ったように 0.1 を2進数で実は正確に表現できないで、じゃあそのままだと困るよねって言ったところで不動小数点数っていうものが、編み出された感じです。はい、で、具体的に何をやるかというと、10進数の実数、まあ、普段我々が扱っているような数を有限桁の2進数の近似値で表現します。近似値です。はい、なので、まあ、ニアリーイコールといったところです。
あとは、不動小数点、まあ、フローティングポイントなんですけれども、こちらに関してはちょっとざっと省略したいんですけれども、多分、価格計算とかやられたことがある方は、まあ、1×0.1 ペケペケペケ ×2 のマイナス1乗とか、こういった表現を目にしたりとか、あとは符号仮数指数みたいな、そんな呼び方を、まあ、見たり、実際使ったりしたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、こういったものを指します。はい。で、不動小数点、実はですね、複数のフォーマットがありまして、そのうちの一つが IEEE の754です。はい。まあ、さっき、マニュアルのところに、右側にちらっと PHP は通常 IEEE754 バイセードフォーマットを使いますって載ってるんですけれども、これに当たります。はい。なので、まあ、その不動小数点を使って、コンピューター上では表現せざるを得ないんですが、まあ、我々は十進数で生活しているので十進数で計算したいといったところで、まあ、その不便を解決すべく必要な桁数、まあ、無限に別に桁数の無限の桁数の計算がしたいわけではないので、必要な桁数の精度を得るための演算処理を実装します。はい。で、ただただもともと二進数のところにこれを無理言ってやるのでですね、コストがかかります。遅くなります。はい。で、そのうちの一つの方式が、タイトルにもありました任意精度演算です。多くの環境で実装されています。はい。で、ちょっと一つ体験談を挟むんですけれども、私が新卒の頃の話なので二十何年前です。はい。新卒研修コボルでやって、その後 Java にやりました。金融系のプロジェクトに行って、まあ、お金の計算をするプロジェクトに配属されました。たくさんたくさん小数点計算が必要なところです。はい。で、 Java なので何気なくこうやるんですね。はい。値にこう比率をかけるみたいなことを何気なく掛け算をしてしまうみたいなことをやって怒られるわけです。はい。Java の場合は十進数計算をしたいときは、ビッグデシマルっていうクラスがあるので、それを使う必要があります。はい。フロートで計算するとバグ、誤差が出るからダメだよっていうことを先輩に教わったりします。はい。ちなみに COBOL は十進数を言語でサポートしてます。なので金融計算でたくさん使われたりとかしているのにはそういう背景があったりします。はい。で、同じような仕組み、ビッグデシマルと同じような仕組みを、C シャープとか Ruby とかが持っています。はい。で、ここで PHP の話に戻ってきますが、PHP の場合ですが、言語として任意精度計算の仕組みが実はないです。はい。なので、じゃあどうするっていう話が、続きになります。はい。でですね、先ほどのマニュアルに戻ると、実はこのなんかすごくこう警告っていうこうまがまがしい色になってますけれども、そこにですね、なんか小数の最後の桁を信用してはいけないとか、こうなんか物騒なことが書いてあるんですけれども、より高い精度が必要な場合は任意精度数学変関数または GMP 関数を代わりに使用してくださいってことが書かれています。はい。じゃあ、その、そこで任意精度数学関数って書いてあるものの紹介をしていきます。はい。で、こちらはですね、BCMAS っていう関数群になります。はい。で、これがどうやって実装されているかというと、libbcmas みたいなものが、PHP のソースの中にあるんですけど、それを使って実装されていて、GNU の、BC っていうものがあります。で、BC って何かっていうと、ベーシックカルキュレーターです。はい。で、Mac を使いの方だと、Mac の中に BC コマンドあります。なので、BC ヘルプとかやるとですね、なんかそんなのあったのかっていう気づきがあると思います。はい。で、PHP を Enable BCMAS をつけて構築すると使えます。大概の場合、結構デフォルトでオンになっていることが多いので、使えます。あとは、追加で、例えばレミだったりとか、ディストリビューションのリポジトリからも、追加でインストールが可能なので、それでも利用できます。はい。で、実装されている関数としては、その一番下に書かれているような add だったり div だったり、丸はマルチプライですね。はい。そんな感じで四則演算中心に、実装されています。はい。で、先ほど、任意精度演算の、まあ、数学の、関数があるのと同時に GMP っていうのがあるみたいな話もありましたが、それは後ほど話します。はい。で、例えば足し算だと BC アドっていう関数があるので、こんな感じで書けます。はい。で、 0.1 と 0.2 の最後にですね、1とか20とか書いてあるのは、これ有効桁数です。なので、これを指定しないとデフォルト0なので、中0とか返ってきちゃうので、きちんと指定しましょうっていう感じです。はい。
まあ、きちんと 0.3 というのが返ってくるよというのがお分かりいただけかと思います、はい、であとは GMP 関数あります、こちらも GNU の、ライブラリを使っているんですけれども、こちらは withGMP という形で、つけて構築することになります。こちらはデフォルトでオンになっていることはほぼほぼないので自分で入れることになると思います、はい、でこちらは PHP のマニュアル見ていただければ分かるんですけれども、さっきの、BC マス関数と比べるととてもとてもたくさんの関数が実装されていて、おそれ普段なかなか使わないなみたいな数学系の関数もあったりします、はい、でですね、まあ、さっきコストがかかるよって話をしたと思うんです。でとてもとても雑なベンチマークを取ってみましたという話をするんですけれども、多分普通こんな1000万回ループさせるとかないと思うんですけど、まあちょっと差を際立たせるために書いたやつです、はい、で単純に開始時点と終了時点のタイムスタンプを比較するだけです、一番下、これフロート同士の引き算やってるので当然誤差が出るんですけど、まあまあ許容範囲内かなという感じでこのままいきます、はい、単純に足し算をするだけのコードです。でどれぐらい差が出るかというとですね、フロート同士の計算すると、まあ、こんな感じ、 BCAD を使うとこんな感じでざっと20倍強時間がかかる、まあ、コストがかかるみたいな感じになります。なのでまあなるほどと思いつつ、まあとはいえこれ1000万回やっての計算なので、まあ、そこまで多分普段計算することはないし、まあ、これ単位ミリセックなのでそこまで意識しなくてもいいかなという気もします。はい、ただ通常の四則演算よりはコストがかかるということだけ覚えていただければいいかなと思います。はい、で注意なんですけれども、引数は文字列で渡しましょうといったところです。はい、これですね、0.1 とか 0.2 とか、これ、シングルコートで囲ってるんですけれども文字列として渡します。はいですね、で結構こうググったりするとその BC マス関数の使い方でフロートのまま、要するに文字列として扱わないまま渡しているようなサンプルも、目につくんですけれども、フロート表記で渡すとですね、内部的にストリングにキャストされます。なので 0.00001 っていうものがキャストされると 1.0e-5 っていう形で表現ストリングに変わるので、数値を表す文字列ではないって言ってエラーになります。はい、なので、そういう、こう落とし穴があったりするので、まあ、文字列で最初から渡そうねっていう感じです。はい、0.00001 が 1.0e-5 になるみたいなのは、この辺も不動小数とかその辺の話になってきます。はい、で、まあ、あとはですね、実は、まあ、今 BC マス関数と、GMP 関数を紹介してきたんですけれども、昨日前夜祭の前説で、うずらさんがおっしゃってましたが、強引なやり方が実はあります。はい、まあ、今不動小数点数を使うと誤差が発生するよねってお話をしてるんですけれども、裏返すと整数での計算には誤差が発生しません。はい、なので例えば小数、2桁目、例えば消費税の計算であるとかですね、そういった計算をしたいのなら全ての数をじゃあ100倍して最後にもう一回100で割るっていう強引なやり方がないわけではないです。はい、ただ当然複雑になってしまうし、いや絶対それどっかで忘れるじゃろっていう感じなのでですね、全然お勧めしませんっていう感じです。はいですね、はい、なので結論としては BC マス関数使おうぜっていう感じです。あ、今オンラインでダメなんですねって来たけど全然ダメではないですが、間違えそうなので避けませんっていう感じです。はい、でですね、まあ先ほど BC マスに用意されている関数一通り書いたんですけれども、基本的な算術関数しか用意されてないです。なので、大抵小数点計算をするとですね、四捨五入したいですよね、切り捨てとか切り上げとかしたいときありますよね。でそれに当てはまるようなフロアとかセールラウンドみたいな関数がないです。はい、なので、まあ、当然 PHP にもともと実装されているフロア関数とかに渡してもいいんですけれども、そうするとまたフロートに変換されるのでまた誤差が発生するとかややこしいことになるのであまりやりたくない。はい、のでそういうところを解決する、はい、
便利なライブラリがあるって紹介をします。はい、ブリックマスっていう関数、ライブラリです。はい、でこれどういうふうに実装されているかっていうと、GitHub でソースコード公開されているので見ていただくのが早いかなと思うんですけれども、GMP 関数、BCMAS 関数、あとは先ほど述べた、100倍するみたいな、手計算、すべてのパターンが実装されています。で、内部的に、BCMAS が使えたら BCMAS 使うし、 GMP が使えたら GMP 使うし、両方なかったら手計算で頑張るっていう、こうそういうライブラリがあります。はい、でこのライブラリ実はですね、四捨五入とか切り捨て切り上げが実装されているので、あら便利っていう感じです。はい、で、サンプルとして持ってきたのがこんな感じです。ちょっとネームスペースの、融通とかは省略してますけれども、ビッグデシマルオブっていう形で、持ってきて、掛け算をして 0.3 で割って有効桁数3桁で切り上げますみたいな計算です、これ。はい、まあ、BC アドとか使って書いてもいいし、なんかこういう四捨五入とか必要とか、あるいはちょっと分かりやすく書きたいなみたいな時に、こういったものも使えるといいかなと思います。はい、さてじゃあちょっと余談に行きますが、今度 PHP から離れました JavaScript です。はい、Chrome の開発者ツールでですね、同じように 0.1 たす 0.2 やると、なんかどっかで見たような文字出てきます。はい、で、PHP を扱っている多分エンジニアの方々だと、当然こう JavaScript とかブラウザとかその辺も扱うことが多いと思います。で実はですね、 JavaScript も同様です。不動小数点数だし、 IEEE754 に準じます。はい、で、PHP の場合は当然その拡張っていう形でですね、それをこう追加の実装を増やすみたいなことをしていたわけですけれども、JavaScript の場合は基本は、ブラウザ上で動くものなので、じゃあライブラリを作るしかないよねみたいなところで、デシマル JS みたいなものがあります。はい、で、このデシマル JS を作っている方がですね、これに類似した、ライブラリをたくさん作っているので、この辺を使うと、クライアント側の実装でも、小数点計算正確にできるかなと思います。はい、でまあ、とはいえそれだと不便だよねって言って、ビッグデシマルに関する、はい、ビッグデシマルに関する、プロポザルが実は出ています。はい、ただただまだ進んでいるわけではないので、まだ当分は使えないのかなと思います。まあ、JavaScript も同様って言ってるのは当然 TypeScript でも同様です。はい、はい、じゃあまとめです。不動小数点数の扱い注意が必要です。はい、まあ、なかなか小数点検査って普段皆さんやられていると思うので、その辺は注意が必要ですといったところです。 PHP の場合は BCMAS 関数を使えば大体 OK なはずです。ただただ四捨五入とかがないので、必要に応じてライブラリを利用して楽ができるといいかなと思います。はい、あとはですね、最後にちょっとおまけっていう感じで話しましたが、フロントエンド側も配慮が必要なので、API でやり取りしたりとか、あとはフロントエンド側で割と計算して戻すみたいなこともパターンとしてはあると思うので、そういった時はフロントエンド側もきちんとケアしてあげましょうという感じです。はい、まあ、実は結構多分小数点計算あって、なんか小数点ないかなと思ったら、こうお肉の値札ですけれども、びっくりするほど小数点が並んでいたりするのでですね、まあ消費税だったり金利だったり、あとは住宅ローンだったり、小数点計算身近だし、みんな仕事でよくすると思うので、そういったところきちんとやっていけたらいいなと思います。なので正しい小数点計算をやるために、任意精度演算、まあこの任意精度演算っていう言葉を知らなくても全然いいので、なんかこう、あ、不動小数点じゃない計算しなきゃいけないなと思ってもらえれば幸いです。はい、というところでご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。では Q&A に入りたいと思います。コメントや質問のある方は挙手をお願いします。はい、ではマイクをお持ちしますので少々お待ちください。ちょうどね、はい、ありがとうございました。ですね、このセッションの中では、BCMAS を推奨されてましたが、 GMP だと例えばオブジェクトに対する指則演算とかが用意されたりして、若干使いやすいかなと思うんですけど、 GMP はお勧めできない感じでしょうか。
はいはい、GMP どうなんっていう話だと思うんですけれども、実際 GMP を使った方が、使いやすいパターンっていうのもあると思っています。ただただ BCMAS でほとんどの場合事足りるかなというのが正直なところでして、なので BCMAS の方が多分、まあ、関数のシグネチャーとしても少ないので覚えやすいかな、もしくは使いやすいかな、あとは環境によるんですけれども基本的に導入しやすいかなといったところも含めて BCMAS をお勧めしました。はい、で最後、なんだろう、ブリックっていうやつ、ライブラリ紹介しましたけれども、あれ実は、全部実装されているよって言いましたが、順番としては、GMP 関数を真っ先に使うようになってます。なので全部入りだと GMP 関数を最初に使って、まあ、それを使う。で GMP がなかったら BCMAS にフォールバックするみたいな感じになってます。はい、ありがとうございました。他にコメントや質問のある方、挙手お願いします。まあ、この辺は多分知ってらっしゃる方は知ってるし当たり前だよねって感じだと思うので、はい、なのでなんか改めてうっかりしないようにって感じで聞いていただけたら嬉しいです。はい、それでは Q&A を終了いたします。この後トラクシーで Ask the Speaker を実施いたします。登壇者の方に質問がある方やお話しされたい方はぜひご参加ください。はい、それでは山岡さんありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いします。